さあ、昼休みになりました。お弁当、あ、そうだ、お弁当作ってないわ、俺。やっちゃったー。なんか完全に作った気でいた。ここパスしちゃうと、テスト前だから何もないんだよね。どうせやることないし。オッケー。ちえちゃんと勉強でもよかったんだけど、ここは一つ。今回は学年トップを狙っていきますよ。小娘のスリーサイズとか書いてなかった、今。気にならないでーす。合ってないから。寝てるやつが目あったと思うよ。成長が、早くなるだったかな。変わらないっていうのはなかったと思う。よかった。なでなでするとって。高校の先生がなでなでするとって言ったよ。これ出るな、覚えとこう。なでなでする。なでなでするってもう、ノートに50回くらい書いときます。さあ、ちえちゃんいる。勉強すればよかった。めっちゃスタンバってんだけど。気まずい。そっか、いつしかゆきこちゃんのお弁当食べましたもんね。美味しそうだ。見た目はなかなかいい。目をつむってって。これは、美味しい。なんだって。え、当然って？まさか。現実は厳しいな。でも、確実にゆきこちゃんも成長してるよね。お、資格の勉強も。まあ、取っておいて損はないからね。取れるものは取っていこう。ほんとね、何度も言ってきたけど、ゆきこちゃん、環境には本当に、周りっていうか、すっごい恵まれてると思うよ。考えた結果、そうしてるんだよ。めっちゃびっくりしたんだけど。突然来たんだけど。弱さを受け入れ、乗り越えた強い意志が新たな力を呼び覚ます。めっちゃ綺麗になってんだけど。アマテラス、アマテラス。あ、なんだろう、空の弁当箱とかなしね。神社のお守り？ありがとう。ありがとう。神頼みって。
固い絆を感じた。ということで、来たんじゃないか。オッケー来た。ゆきこちゃんコミュマックスです。ありがとうございます。なんだろう。スカーハ、スカーハ。ちょっと言いにくい。ゆきこちゃんコミをマスターしました。かけがえのない絆手に入れすぎ。嬉しい。なんか簡単なものになんか聞こえてきちゃうんだけど、かけがえのない絆手に入れすぎだよ。ありがとう。さあ、夜になりました。おそらく特別な関係とかになってるとセリフ変わったりするのかな、最後の。あ、おかえり、お兄ちゃん。ただいま。でも、まあ、それはそれ。それはそれなんで。ということで、セーブしたいかなと思います。いよいよテストだ。さあ、ということで、再開していきましょう。テスト前日ですが、バイトします。それでも、バイトします。まあ、勉強しなくて大丈夫だろうっていう、この甘い考えなんですけど。さあ、どこからか視線を感じた。そっとしておこう。あ、終わった。お疲れ様でーす。まあ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 。ということで、ついにこの日がやってきてしまいました。ろくに勉強してません。なんとか、まあ、最終日以外は、まあ、ぶっちゃけた話、俺の努力次第だしね。うん。ちえちゃん。元気ないね。勉強？てか勉強お見通し？そういうのは、聞いた方が先に答えるべきなんじゃないかな。あはははは。察したまえよ。俺のも察したまえよ。やばい。助けられるならちえちゃんを助けたいが、これはテストなのでできないです。っていう、俺もちょっと心配なんですよね。さあ、頑張っていきましょう。中間テスト、1日目。これは、男色。オッケーオッケーオッケー。これは、早くなるだっけな？確か。オッケー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 。音符マークが出るってことは、正解ですよーっていうコメントがあったので、それを信じて、ちょっと今、浮かれてますけど。さあ、仮面先生。これは、マゼラン。オッケーオッケーオッケー。ドッジボールのあ、これはね、これね。これなんだよね、確か。オッケーオッケーオッケー。ほぼ勉強なしで、真面目になんか、学年トップ狙ってる主人公がいるんだけど、鼻で笑われるよね、ゆきこちゃんに。木曜まであんのか。日曜日挟むから、ちょっと楽かもしんないね。日曜日は、
勉強しなくちゃと思わせてちょっと遊びたいななんて思ってるんですが、もしもし、俺俺、あれ陽介じゃん、みんなで勉強、あ、みん、あ、行く、うん、みんなならもちろん行きますとも。さあ、ジュネスフードコートこれだねノート貸してくださいくそ、ナオト君以外がそれ言ったら、ほんと、ちょっと裏まで来てもらうとこだったけど。だよね。漢字いなくねっていうか。この二択ってなんか困るよね確かに。先輩、すいません。あ、みんな上がった。リセちゃんが確か次でランク5なんだよね。うまいことコミュどっかで一回こなしたいな。ただいまさあ、ということで、プラモデル作ろうかなと思います。勉強する気ゼロ。勉強はしませんよ。勉強しちゃうと、やっぱり自分の実力って試されないと思うんですよ。本当に自分の実力を試したいならば、勉強しなくてそのままの自分で挑む。ありのままの自分で挑む。それが男ってものじゃないでしょうか。半端ねえ。マジ半端ねえ。さあ、3日目ですね、3日目。涙を流すときに作用捨てる、これ。OK。どれだっけ?あ、フリーだったかな、確か。あれ、どれだっけな、あれ、フリーじゃねえわ。あ、表さない語ね、表さない。あ、よかった。よかった。引っかかるところだった。あぶねえ。問題ちゃんと読んでよかった。テストあるある。さあ、4日目でーす。1円を作成、ああ、もうでっかく2円って書いたからね、俺、ノートに。陽介びっくりだろうね。陽介これ合ってるでしょ。ノート貸してくださいって言って、もう堂々と2円って2ページ使って書いてあるから。あ、これも2円とかあいつ書いてそう。いけるぞ。いい感じの成績、これでいけるんじゃないか。さあ、5日目です。小春日和は11月12月だった気がする。 OK。 これはなんだっけな、餌だったような気がするんだけど、違ったかな。これ自信ない。あ、よかった。6日間もテストあるってすごいよね。それはそれで。簡単で仕方がありません。余裕でした。走り出したペインは止まらない。マジで行ってみたいんだけど、これリアルで。
いただきましたね、多分これ。やっと終わった。やっと終わった。お疲れ。問い八だけど。問い八？昨日徹夜したからぶっ倒れそうなんだよね。俺先帰るわ。そっか、お疲れ。じゃな。よっぽどね、よっぽど疲れてんだろうね。長かったな。中間テスト6日間もあったよ。自由行動できるんだ。オッケーオッケー。じゃあ、先輩、リベンジしに来ましたよ。ナイスソール、ナイスソール。ヘビーだからね。オッケーオッケー。自転車は A グループ。三輪車は B グループ。腕時計は A グループ。目覚まし時計は B グループ。分度器は A。確かここで仕組みって俺前答えちゃったんだよね。よくわかんなくて。動きだと思う。オッケー。難しくね、普通に。犬 A グループ。猫 B グループ。コーヒーメーカー A グループ。あ、もうわかんない。ミキサー O ほう。ビーカー C グループです。あ、戻れないんだ、戻れないんだ、やばいじゃん。まあいいか、ここから頑張って決めようか。語尾が伸びるっていうのはまずないよね。絶対猫って伸びないし。声の調子？声の調子？先輩の声の調子はわかんないから、消去法で指示語。合ってた。わからんわ。わかんねえから。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、ごめんなさい、適当に答えて。じゃあ、テスト、終わった記念ということで、授業っていうかテストだったよね。いやー、これ以上なんか進展しない気がするが、それ過ごしますよ。一緒かな？一緒かな？一緒かな？うん、なんか俺としてはいいんだけど、何回見ても動画としてはね、多分ねカットした方がいいよね。しませんけどね。あれ、奈々子ちゃんいない。ただいま。あ、おかえり。あ、おかえり。ポストに手紙来てたよ、お兄ちゃん。手紙？何それ怖い。ライアーゲームか何かのご招待かなんかですかね。たったい、そうなの？これ以上助けるな。怖ー、多分あれだろうな。真犯人というか、かもしれないよね。始まっちゃう。うん、ドラゴンボール、ドラゴンボール。
犯人からの警告かな、これ。いたずらか？そうだな、明日相談をしよう。狂気からお前たちを守ってやる。安心できる場所に連れて行ってやる。この世界よりずっと安らかな場所へ。